学校のリーダーズがグループと初となる海外ツアーを今年11月から開催することを発表した動画を見る魔人間メガボルト楽曲大人ブルーが TikTok での関連動画で31億回再生を記録 SNS 層フォロワー数千400万を超え TikTok 上半期トレンド大賞を受賞し 海外のフェスへの出演や10月の初アリーナ公演のチケットが速刊するなど話題にことか,かない新しい学校のリーダーズ。今回発表されたツアーは、ロサンゼルス、ザ・ホンダシアターからスタートし、北米公演のほか香港、バンコクでの公演も含めた軽重公演を予定している。また8月17日 AM2 時から1日間、チケットのスポティファイプリセールがスタート。 一般発売は8月18日 AM10 時、日本時間19日午前2時から行われる。海外ツアーの直前となる10月29日、日曜日、には東京体育館にて初のアリーナワンマンライブ、はみ出していく、を予定している、チケットはソールドアウト。また8月16日にはニュー EP、ン人間、が発売され、メガボルトも公開されている。 ライブ情報、新しい学校、ザ・青春ツアー、現地日時、11月7日ロス・エンジェルス、CA ザ・フォンダ・シアター、11月8日サンフランシスコ、CA ザ・リージェンシー・ボールルーム、11月10日ニューヨーク、ニューヨーク・ミュージック・ホール・オブ・ウィリアムス・バーグ、11月11日ワシントン、DC、ブラック・キャット、11月13日トロント、オン・ザ・アクシス・クラブ、 11月15日シカゴ、イルリンカーンホール。11月16日ショートトン。ポール、MN アムステルダムバーホール。11月18日メキシコシティ、MX コロナキャピタル。12月2日香港クロッケンフラップフェスティバル、随時発売開始。12月3日バンコク、TH マホラソップフェスティバル、随時発売開始。新しい学校、ザ青春ツアー。 リリース情報、新しい学校のリーダーズ、ニュー EP、真人間、2023年8月16日リリース、イコール収録曲イコール、1、真人間、2、恋文、3、ケセラセラ、4、大人ブルー、from the first 竹、5、狙いうち、50th anniversary スペシャルコーバー、オフィシャルホームページ、